こんにちは、ミニマリストユミニャンです。私は37歳で7000万円を貯めて現在ファイヤーしていて、最近ですね、私の株の状況の報告、株式投資の報告できていなかったんで、そちらの動画になります。私のその資産の成長度合いが気になる方もいらっしゃるかなと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、というわけでですね、投資成績の報告になります。こちらは2023年9月の半ばぐらいですね、今報告になります。で、私は2016年から節約を始めたんですね。それぐらいから貯金をするようになって、その前は全部使っちゃってゼロになってたので、2016年ぐらいから家計簿残ってて、そこから貯金始めているという感じになってます。投資を始めたのは2018年からになっています。理由としてはですね、お金がないと投資ってできないんですよ。なので、まずは節約して、お金がある程度貯まったので、それを元手にですね、投資を始めました。投資を始めたきっかけはですね、山崎はじめ先生の難しいことはわかりませんがお金の増やし方を教えてくださいっていう、とってもね、読みやすい本があるんですよ。私活字すごい苦手で年に1冊も本読めない人だったんですけど、これはですね、掛け合い形式でこう台本みたいに書かれていますので、本がすごく苦手っていう方もスルスルっていう風に読めちゃいますので、非常におすすめです。この本を見て私が始めたのがインデックス投資というものですね。これは何かっていうと、インデックス投資の逆の方を説明すると分かりやすいと思うんですが、これまで株式投資っていうとですね、日本の個別株を安い時に買って高くなったら売る、そういう売ったり買ったりするギャンブル性の高いものだったと思うんですね。なので、株やってる人なんてギャンブルよみたいな風に思ってる方も多いと思います。私もその通りだと思います。昔は個別投資もやってたんですけど、個別投資っていうのは売る人がいて初めて買う人もいる、なのでその投資していく中でどちらかが損してる、じゃんけんみたいなものなんですよね。じゃんけんやっていく中でずっと勝ち続けるって難しいじゃないですか。なので、ゼロサムゲームっていう風に言われていてですね、誰かが損をすることで誰かが得をしているものなんですよ。なので、個別の株式投資っていうのは私はやめまして、先ほどの本を読んでインデックス投資の方に変えました。インデックス投資が何が違うかっていうと、インデックスっていうのは市場の平均の指数のことなんですね。例えば日本だとトピックスとか日経平均とかあるんですけど、日経225だったら日本の225社の指数っていう風になってるんですよね。平均の取り方はいろいろ細かくありますが、まあ、平均値みたいなものだと思ってください。トピックスって言ったら東証に上場してる全部の会社が含まれてますよっていう風になってますね。じゃあそれに投資すればいいのかなっていう風に思うんですけども、私は先ほどの本を読んで、アメリカに投資する方がグローバルな目線で見たらベターだということに気づきまして、アメリカに投資するのは S&P500 っていう先ほどの日経225に近いような形で、アメリカの上位500社に投資するものがございます。またトピックスのようにアメリカ全体に投資する、アメリカの株式企業全体に投資するものは VTI っていうものがあります。これは米国って言ったら S&P500、 全米って言ったら VTI みたいな形で言われることが多いです。で、私はVTI の方にこれまで投資をしてきました。ただ最初からそういう結論に至ったわけではなくて、最初山崎はじめ先生の本を読むとですね、書かれたのが古かったので、日生外国株式インデックスファンドの購入を勧められていて、それを 50%、 あと 50% は日本のインデックストピックスの購入を勧められていました。で、最初はそれでやってたんですけど、その後もっと手数料の安いものが出てきたり、全米の VTI が出てきたりしたので、私は後半からは VTI に変えました。なので持ってる投資商品の中では VTI がほとんどという風になっております。投資始めたのが2020年からですね。正確に言うと多分そのちょっと前から会社で企業 DC 企業型確定拠出年金をやっていました。これも全世界と日本半々で、本の通りにやっていたんですね。ただ転職すぐにしてしまったので、その後はイデコ個人型確定拠出年金に変えました。また一般NISAの方も始めました。当時は積立NISAがまだそんな浸透してなかったんで NISA で始めましたが、積立NISAが有名になってきて積立NISAにも変えました。そういう風に私も過去にはいろいろ試行錯誤しながら調整していたっていうところがありますので、それを考慮して私のポートフォリオとかを見ていただければいいと思います。なので今から私のポートフォリオを公開しますけども、それを見てですね、あ、そういう風にやればいいんだってやると、その私の試行錯誤またやんなきゃいけなくなってしまいますので、今からやるんだったらどういうものを買えばいいかっていうのは最後にお知らせしますから、そこまでよく聞いていただければと思います。それではですね、私のポートフォリオを公開していきたいと思うんですが、まず現在のアメリカの市場について見ていきたいと思います。そのポートフォリオを公開するとですね、私の持ってる資産っていうのはわかるんですけども、それがどういうふうに市場経済に影響を受けているかっていうのはわからないので、最初にアメリカの S&P500 上位500社の変遷を見てみたいと思います。まずこちら9月8日のデータなんですが、9月8日から直近1ヶ月8月8日からのところですねのグラフを見ますと、このようになっておりまして、1ヶ月
ではマイナス 0.15% っていう風になっております。これはどういうことかっていうと、1ヶ月前に買った人はマイナス 0.15% 減ってるよっていうことですね。まあ 0.15% なんでほとんど変わってないかなっていうところだと思います。実際にグラフの方で見ていくと、最初の時と最後のところ間はデコボコしてますが、同じような着地になってますよね。なので直近1ヶ月で見ると、最初のところから少し上がって、その後減って増えようとして、なかなか増えずに8月の終わり頃になって落ち着いて増えてきて、また今ちょっと減ったり少し緩やかに変動はしているという形になります。このグラフ見たいなと思った時は Google で S&P500 っていうのを打ち込んだら出てきますので、ぜひあなたも調べてみてください。直近1ヶ月のグラフを見るとこういう風にデコボコしてるじゃないですか。これが何を意味してるかっていうと、短期で見ると株式っていうのはデコボコしてます。それを集めたインデックス上位500社集めたとしても、やっぱりデコボコしてますよってことです。なので短期間だとギャンブル性が非常にあります。次、こちら年初来のチャートになっています。年初来っていうのは今年の1月から見てどうかってところですね。そうすると1月最初の時点から現状ですと 16.56% 増えているということです。これは例えば100万円最初1月1日に買っていたら今116万になっているということですね。先ほどの1ヶ月のところに比べればもうすでに9ヶ月経っておりますので、もう少し俯瞰したチャートになっておりますよね。これ見ていくと年初のところは下がっていて、そこから頑張ってあげようとしたんだけども、また3月ぐらいに下がって、ただそれ以降はですね、上げ下げ繰り返しながらも今は上がってきているというのがわかると思います。これを見て1年で結果が出る 16% 増えると思う人がいるんですよ。初心者の方であればあるほど今日明日お金が増えてほしいと思ってて、短期的な目線で見てしまうんですね。なので今年最初に持ってたら 16% 増えてたから今からお金突っ込もうみたいな思ってしまうんですが、そうではありません。インデックス投資っていうのはですね、長期で見ていかないといけないんですね。なので20年とか30年で見ていく必要があります。というわけで、じゃあ次5年チャートを見ていきましょう。5年チャート見てみるとですね、先ほどよりもギザギザが滑らかにはなっているんですが、ちょうど2020年3月20日のところが大きくへこんでますね。これは2020年だから、これはコロナショックのところですね。こういう風になんとかショックっていう暴落があると大きく V の字になってへこみます。これ見ると短期的なギャンブラーの人はじゃあこの時に買えばいいのねっていう風に思ってしまうんですが、コロナショックが何月何日に来るかっていうのを予測できた人ってはいないんですね。下がってる最中っていうのはガガガガガーと毎日下がっていくので、まだ下がる、まだ下がる、底値で買おうと思ったらまだまだだよとか、第2の暴落が来るから待った方がいいとか、1回目は小さいとかっていう風にいろいろ言われてました。なのでこの底値で買うっていうのはできません。実際その時やっててできた人はほとんどいません。じゃあどうするかっていうと、いつでも購入しておく、毎月積み立てて購入するってことですね。例えば毎月5万円購入しておくみたいな、そういう風にしておくと、こういう風に下がった時も購入できますからね。いろいろ考えて結局買わないって人が多いので、そういうことを防ぐことができます。こういう風に5年チャートで見ていきますと、大きな暴落もあったんだけども、そこからは回復しているっていうのが分かりますね。なのでこれから新ニーサで株式投資を始める方がこういった暴落に巻き込まれたとしてもですね、こういう風に俯瞰してみると回復されるんだなっていうのが分かります。ちなみに5年チャートですと5年前から 53.44% 増えてますので、5年前に100万円入れた人は153万円になってるということです。続いてこの S&P500 をですね、最大期間で見ていきます。最初に記録されているのが1983年ですね。私1986年生まれなので30年以上前ということになってますね。これで見ていきますとどうでしょうか。さっきよりも一気に俯瞰されているので、ギザギザがどんどん細かくなっていますよね。そして特徴的なのは、1999年ぐらいまではなだらかにちょっとずつ上がってるんですけど、そこから一気に上がってまた落ちて、でそこから上がって落ちてっていう風になって、それ以降急激に上がって落ちてを繰り返しでいます。このようにですね、直近の10年っていうのは結構ですね、株式が大きく増えた、経済が大きく成長したっていうのがこの株価からも見て取ることができます。経済が成長するから株価は成長するっていう風に覚えてください。この10年間何があったかっていうと、スマホがどんどん進化したりとか、 AI 生まれたりとか、大きなイノベーションがこうあったりするとですね、大きく伸びますし、また何々ショックっていう後にはですね、結構伸びるんですね。その何々ショックがあったら、そこから回復するのにある程度はかかるんですけども、特にコロナショックの後っていうのは回復が反動が非常に大きくて伸びているってところがあります。ただそこで大きく上がりすぎていて、また下がってっていうのが去年の年末ぐらいから、その後からはいあったっていうところで、この V 字がありますね。直近ではその V 字がなんとか回復の方向に向かってるっていうのがわかります。40年前ぐらいから見ていきますと、2581% アップっていう風になっておりますので、もし100万円を40年前に S&P500 購入していたら2581万円増えてたっていうことになりますね。それ聞くとめちゃめちゃいいじゃんっていう風に思われるかもしれないんですが、先ほども言ったようにここ10年間で結構勢いよく伸びたというところは注意してください。大事なのは、最初見た1ヶ月のチャートだとギザギザ
ビザが少なくて大きい。で、だんだん年数を広げていくと、ビザビザが細かくなっていく。俯瞰して見れるようになっていくと。大切なことは、20年、30年というスパンで見ていく。で、40年のこのチャートで見ると、2581% プラスっていうふうになっていますので、経済がこの40年間でものすごく成長したっていうことがわかる。それに伴って、株式投資やってた人っていうのは、資産がものすごく増えたんだなっていうのがわかります。つまりはですね、私たちは稼いだお金を貯金して定期預金に入れるなりとかしていても、金利が低いので、金利以上にインフレしていくと、お金は減ってるのと同じということになります。お金の価値よりも、物の価値の方が上がっていると、お金は減っているのと一緒という意味です。なので、貯金していてもあんまり意味がありません。おじいちゃんおばあちゃんの世代だと、銀行に預けていれば、定期預金で 7% 増えた時代もありますが、今はもうほとんど増えませんので、ATM で一回下ろしたらマイナスというふうになってしまいますので、定期預金悪いものではないんですが、それよりは、来年から始まる新NISAなどを活用して投資をしましょうということになります。実際40年前にもし投資をしていたら、大金持ちになっていたなってことですね。で、私も実際交流会などを行ったり、ファイヤーコミュニティに入っていたりするんですが、リーマンショックの後に購入した人っていうのは億万長者になってますし、リーマンショックの時買えなかったからコロナショックの時に買ったんですっていう方もお金を大きく増やしている方もいます。もしくはガーファムと呼ばれる Google、Apple、Amazon、Meta、Microsoft などの会社の株を持っていた方っていうのは大きく増えているというふうになっています。ガーファムの会社が主にですね、この経済を引き上げたっていうところからそういうふうになっています。まあね、40年前とかだったら日本企業が世界のトップ50にほとんど入っていたんですけど、今はもう日本企業トップ50から抜けちゃっています。トヨタももう引きずり下ろされちゃっていますので、この40年間っていうのを大きく引き伸ばしたのはガーファムと呼ばれるアメリカの企業が主になっています。では続いて私の投資成績公開なんですけども、私が投資始めたのは2020年からです。私が使っている証券会社は楽天証券と SBI 証券を両方使っています。最初に楽天使ってて、その後 SBI 使いました。新NISAからはまた楽天しようかなと思うんですが、今のところちょっと両方使ってるので2つとも紹介しますね。で、まずは楽天証券の方の資産ですけども、これはイデコを抜いた資産になります。最初に作った一般NISAとその後の積立NISA、それから特定口座の方でもそれ以上の金額っていうのを入れてるので、その合計になります。それが3,726万1,777円ですね。このうち2020年からやっててトータルでプラスになってる見込みの利益っていうのが1,105万1,253円です。もうすぐ投資始めて5年になるんですけども、その期間で1000万円を貯めることができました。で、私5年で1000万円貯める動画っていう別の動画も出してるんですが、それは節約とか転職とか頑張って貯めましょうって話なんですが、ある程度それで種銭ができたら、今度はお金に働かせることで5年で1000万円増やすということもできたということですね。自分が働くのはもうめちゃめちゃ大変でしたよ。転職活動するにしたってある程度自分のキャリアを作らなきゃいけないし、転職活動もね、あの時期合わないっていうのありますし、あと節約ですよね。1年半ぐらい水道水とパンだけで生活したりとかっていうのもありましたので、そういったところを最初は経験しないといけないですけども、一旦お金が貯まりさえしてしまえばですね、最初死ぬほど大変だった5年で1000万っていうのが、今度あの自分が寝てる間に稼げるようになったっていうのは非常に投資の効果を大きく感じます。ではその内訳を見ていきましょう。ここでお知らせです。あなたの2023年の目標は何ですか？今年こそ1000万円貯めたい！そんなあなたのために、オートで月5万円貯まる魔法の節約術を出版いたしました。この本では5年で1000万円貯めるためのロードマップや52個もの節約術を掲載しています。さらに書籍を読まれた方向けの特典動画もご用意しています。特典動画の案内は書籍の中に書かれています。こちらがイデコ以外の楽天証券の方の内訳になってるんですが、まず最初に入れたのがNISAって書いてあるところですね。まだ5年間が完了していないので、4年半前に入れたNISAの口座の株っていうのは残っております。ここ毎回質問来るんで毎回質問してるんですけど、NISA 口座と積立NISA口座、なんで両方あるんだお前はおかしいみたいな、なんか毎回なんか謎の脅しコメントもらうんですが、何回でも説明しますよ。いいですよ。そのNISA口座っていうのは、5年間経ったら特定口座に移動されるので、その5年間の間っていうのは、1年目しか投資してなかったとしても残り続けます。逆に5年投資してたら、最後終わってから5年だから最初から比べると10年はね残りますので、そこは理解してください。これ難しいのかもしれないですね。非課税期間っていうのがあって、非課税期間が全部終わったら特定口座に移動するから、その一般NISAで投資した1年目のお金は5年間その口座は保持されるということです。続いてその後積立NISAに変更したので、積立NISAは20年ありますから、この積立NISAって表示は20年間は最後に投資した年から残りますと。ここも注意してくださいね。来年から新NISA始まるから、この積立NISAっていう表示なくなるんじゃないかっていうふうに思われてる方いれるかもしれませんが、積立NISAと新NISAはですね、別々の管理の口座になりますので、もしあなたがすでに積立NISA始めてれば、最後に投資した投資から20年間その積立NISAっていう表示口座は残り続けますので、ご理解ください。ここがわかるということは、つまり非課税の期間をちゃんと理解することができるということですので、もし今聞いてちんぷんかんぷんだなっていう方、もう一回ちょっとビデオを戻していただいて何度か聞いてみてください。そうしないと
とこのNISAの非課税の効力っていうのがねなかなか理解できませんからね。というわけで私はNISAを4年半前にやっていたのでまだ残ってる。で積立NISAも現状やっていますのでまだこの先に10年ぐらい残っている。NISAが一番古い口座なので 98.19% 増えています。おおよそ倍になってるということですね。その後積立NISAに変えてそっちの方が年数が長いので持ってる金額は積立NISAの方が多いですけども今でも入れ続けているので増えてる割合としては 40.25% プラスというふうになっております。 40% 分増えてるという形になります。金額だけ見るとNISAの方少なくて積立NISA多くてよくわからないなというふうになるかもしれないんですがその年数がこのパーセントに現れてると思ってください。なぜなら最初に説明したように年数が長くなると最初の S&P500 とかそうですよね。直近1ヶ月で見るとマイナスだけど1年で見るとトントン、5年で見るとプラス、40年で見ると 2000% 以上増えているという形になりますから長期になればなるほどこのパーセンテージは上がるんだ、だから投資は続けなきゃいけないっていうのを実際に私の数字を見て実感していただければと思います。続いて特定口座の部分見ていきたいんですが最初に私が積み立てをしたのが日清外国株式インデックスファンドになります。これは最初に話した難しいことは分かりませんがお金の増やし方を教えてくださいの山崎はじめ先生の本におすすめとして書かれていたのでこちらを買いました。これ最初に1回買って買ったきりで積み立てしてなかったんで2020年の最初の頃に買ったきりです。で増えてるのが 108.84% ですね。なのでおよそ倍になってる。これなぜですか？今までの話聞いてたあなただったら分かりますよね。買ったのが古ければ古いほど増えてるパーセンテージは多いからですよね。なのでこれが一番多いと。続いて楽天全米株式インデックスファンド楽天 VTI というものを購入していました。これ結構最近まで購入していましたね。 S&P500 よりも VTI の方が分散して投資できるのでこれを買ってました。こちらが 36.55%、 金額的にはおよそ3000万と一番ボリュームゾーンとしては多いんですが後半の方に入れたお金も多いので 36.55% という風になっています。なぜ後半の方に入れたお金が多いんでしょうか？それは私が転職をする、節約をする、副業をする中でだんだん投資できる種線っていうのが増えていったからですね。月に稼げるお金が増えていったから後半の方が入れてるお金が多いんですね。最初は本当月3万円とかから始めてますからね。続いて一番下にある eMAXIS SLIM 全米株式 S&P500 っていうのがありますけども、これはですね VTI よりもやっぱ S&P500 の方が信託報酬が安いと。信託報酬抜きにした、まあ、成績もそんなに変わらないので、まあ、S&P500 でいいかなっていうふうに思いました。楽天 VTI はねやや信託報酬高いんですよね。なので S&P500 の方に私チェンジしまして、これが一番最近買ってるものになります。なので金額ボリュームとしても少ないですし増えてる割合としてはマイナス 0.44% という形になっています。という感じでですね、ちょっと私はこうあっちゃこっちゃ行ったり来たりとかしておりましたので、こういう風にポートフォリオがぐちゃっとなっているのが気持ち悪いところです。で同じようにぐちゃっとなってて気持ち悪いなと思われてる方もいるかもしれないんですけども、新ニーサが始まるにあたって売った方がいいのか売らない方がいいのか、まあそういったところはですね別の総集編の新ニーサのまとめ動画や直近の新ニーサの動画でも解説しておりますので、様々なパターンありますからね、そちら見ていただければと思います。結論から言って、これから新しく買う新ニーサから投資始める、今年から積み立てニーサから投資始めるよっていう方はですね、こういう風にたくさんいろいろ買う必要はありません。買えば買うほどだんだん気持ち悪くなってきてしまいます。なので一本ですね eMAXIS SLIM の S&P500 か、今度新しく出る eMAXIS SLIM の VTI か、もしくは eMAXIS SLIM のオールカントリー全世界か、この3つのうちのどれかっていうのを購入していただければいいかなと思います。その3つも迷っちゃう、3つがまたぐっちゃで気持ち悪いみたいになっちゃう方はですね、一番分散している全世界株式ですね、 eMAXIS SLIM 全世界株式オールカントリーの方を購入していただければと思います。いえアメリカ以外は信じませんっていう方だけがですね VTI か S&P500 を購入してください。私はアメリカ以外を信じていないからそうなってるというだけですからね。では続いてですね、特定口座はやらないです。素人なのでNISA口座からやりますっていう方多いと思いますので、まずはですね来年の新NISA より前に今年の積立NISA から始めてみてください。なぜかっていうと今年の積立NISAから始めていればですね、いろいろお得なことがあります。大きいところ一つ目としては、来年新NISAの口座に自動的に切り替わるので来年のスタートダッシュそのまま切れるというところです。ここ非常に大きいです。新年っていうのはバタバタしておりますから、そこでですね新NISA結局スタートできない人たくさんいるでしょう。用意どんでやったのに遅れてる人で、ゴールデンウィークぐらいにですね始める人増えてくると思いますので、そこでですね遅れてしまわないように、投資っていうのは1日でも早く始めた方が有利ですから、今のうちから口座用意しておきましょう。そして大きいメリット2つ目としてはですね、積立NISAと新NISAの口座っていうのは別枠なんですね。なので新NISAで1800万円まで枠ありますよって言ってるんですけど、今年積立NISA始めれば40万円使い切ることできますから、1040万円の枠になるんですよ。40万円って小さいじゃないなんて思います？40万円って結構大きいお金ですよ。40
40万円ってそんなに大したことないんだと思ったらぜひ私にください。そう思いますよね。なので今年の40万円の枠もですね、ちゃんとやりましょう。40万円がですね、もし40年後に 1000% 増えたら800万円増えることになりますから、840万円になりますから、もうぜひやった方がいいですよね。今その40万円をめんどくさいからって言ってやめてしまうっていうことは、この先もらえる800万円を失うのと一緒だと思ってください。まあね、さすがにここ40年のね発展は著しかったので、同じように 2000% 増えるとは私は思いませんよ。イメージとしてもそれぐらい持っていただいてもいいと。1日でも早く始めた方がお得、別枠ってのはそれぐらいお得ということです。ちょっとあんまりね、ここ過剰に数字に影響されすぎないでくださいね。積み立てNISAの私の成績を公開していきます。2020年の1月から始めまして、現在の成績としてはこのようになっております。これね、表で出てるから非常に分かりやすいと思うんですが、最初は投資した分と増えた分っていうのはほぼイコールなんですよね。増えても減ってもない、たまに減ってる増えてるみたいな均衡してる状態です。これがね一番まずいんですよ。何がまずいかっていうと、減るというのを初心者の人はイメージしてないんですね。自分が入れた3万円がですね、5000円でも減ってたらもう騙された無理と思って解約してしまう人が多いんですね。ただ最初っていうのは、先ほどもね、1ヶ月チャートで見たようにジグザグジグザグしていきます。あのイメージ非常に大事ですよ。なので必ず減ります、必ずです。なのでそこを乗り越えていって、私の方も見ていくと、コロナショックが終わった後にですね、ぐーんと、先ほどね S&P のチャート見ても増えてましたが、私の積み立てNISAの方も利益の部分が上がってると。この直線より上は全部利益です、全部利益です。働かないで得たお金です。こういうふうに時間が経つ、そしてその中で暴落の後の急騰っていうのをですね経験しますと、利益っていうのが積み上がっていきます。そして積み立てNISAのいいところは、何があったとしても毎月 33,333 円ずっと積み立てていくというところがいいところなんですね。ですので、どんな暴落があっても買う、高値でも買う、こういう風にしてると、安い時たくさん買えて高い時ちょっとしか買わないっていう風に調整が効きますので、長期でやっていくと買い逃しがないという形になって増えていきます。実際私のチャートもほぼ4年間ありますが、もう減りようがないってぐらい増えてますよね。コロナショックもね乗り越えておりますからね。直近のところでも株価回復してきておりますので、かなり利益が積まれているようになっております。実際の投資額が1,399,988円ですが、トータルリターンとしてはプラス 40.26% で 563,656円プラスになっていますね。4年ほどやっていてですね、56万円プラスってことは、1年の出していい金額が40万円ですから、1年分以上ですね、これプラスになってる。つまりは1年以上ただ働きできてるみたいな状態ですよね。こういう風にしてですね、1年で投資した額よりもトータルで見るともっと増えてるという、1年以上お得になってるという風に分かります。こういう風にですね、最初のうちはマイナスもあるんだけども、長年続けていて何とかショックを乗り越えていくと、こういう風に利益が増えていくんだっていうのをイメージしていただければと思います。そして続いてはですね、いつもは確定拠出年金の方の内訳を出しているんですが、今ですね、会社を転職した後の処理でこうごたごたしておりまして、楽天の確定拠出年金のページが表示されていないので、今回はちょっと省きたいと思います。先ほどの金額はその金額含まれていないものですので、別途ですね確定拠出年金に入れてる分もありますよということですね。続いてはですね、SBI 証券に入れてる分っていうのも確認していきましょうか。SBI 証券はですね、ポイントバックが一番多いっていうので、楽天が解約した時にもうみんな SBI に移ったんですね。私も SBI に移ったんですけども、そこで購入していたのが SBI V シリーズの全米株式インデックスファンドですね。楽天の方で楽天 VTI 買ってましたから、SBI の方で SBI V を買ってみました。ただね、これちょっと後悔したのが、来年からは楽天に戻したいんですよね。どうしてかというと、やっぱ楽天の方が操作性がすごいわかりやすいし、証券会社がまとまってる方がですね、最後取り崩しする時に楽じゃないですか。あと自分が年取っておじいちゃんおばあちゃんになった時にですね、ちょっと SBI 証券の画面未だによくわからないから、絶対わかんないわけですよね。なので楽天のポイント解約がある程度は戻って、もちろん今も SBI の方がいいですよ。ただ楽天ももう同程度になったので、楽天の方にしたいなと思った時に SBI V シリーズの商品を買っていたので、これは楽天にはないんですよね。なのでちょっとこれを売って統合するとかっていうのはできないなーっていうところが少し後悔ポイントはあります。ただですね、あんまねこれいじらない方がいいんですよ。この結局売っちゃうと特定口座で購入しているので、 SBI の方はその時に税金払わなきゃいけないので、こう雪だるまの芯を一回ごそっと税金取るんですよね。そうするとまたそこから増え出すのに時間かかってしまいます。どうしたらいいかっていうと、なるべく特定口座で買ってるものはそのまま置いといて、最後の一回だけ税金取られるようにした方がですね効率的ですので、まあ、この SBI で購入してる分は SBI 証券でそのまま置いておく予定です。もちろんここに関しても新NISA に投下するお金がないっていう人は売った方がいいんですね。それについては先ほども話した新NISA の総集編の方で話していますし、最近の新NISA動画の方見ていただければ十分わかると思います。ここめちゃめちゃケースバイケース多いので、今回の動画では省きます。私の投資成績公開ですけども、 SBIV の全米株式インデックスファンドのシリーズがですね、現状評価額が 1,459,6865 円ってなっていて、含み損益がプラス 183,1907 円、プラス 14.35% というふうになっております。 SBI の方で購入しているのは楽天よりも後の方なので、プラスの割合としては低いというふうになってます。楽天だから高い、 SBI だから低いっていうのじゃなくて、いつ始めたかっていうところにここの
のパーセンテージは影響されるんだっていうのは必ず覚えておいてください。ではここまでの話を聞いてですね、私も5年前4年前から投資をやってたんだけど、ユミニアほどなんか増えてないと。それは金額の問題じゃなくてパーセンテージで見ても増えてないよっていう方はですね、買ってる商品が違うと思うんですね。買ってる商品っていうのはインデックスは例えば S&P500 で一緒でも投資信託で購入しているので、例えば大手の銀行や大手の証券会社で購入するとですね、ものすごい手数料が取られてるんですね。この手数料っていうのは利益が出ていようがいまいが毎日取られてしまうんですね。ですので私もよく交流会で相談されるのが、私も5年前にNISAがいいというふうに思って銀行で始めたんだけども、まあ増えたっちゃ増えたかもしれないけど、ユミナに比べると随分と低いと。ユミナの動画を見てですね、あーそうか、これは銀行に取られてたんだなっていうのを聞いてがっかりしたと。同じ時期で始めたのにこの5年間返してっていうふうにね思われる方たくさんいらっしゃるんですよ。なので来年から新NISAでよーしやるぞって思われてるそこのあなた、ぜひですね、あの証券会社は楽天証券か SBI 証券で始めてください。操作性が分かりやすいのは楽天証券、限界までポイントたくさんもらえるのは SBI証券ですので、まあ、その基準で選んでいただければと思います。本当にここだけは注意してくださいね。私今世界一周の旅していて、周りお金持ち結構多いんですよ。株の相談とかされるんですけど、おじいちゃんおばあちゃんも私も株やってるよって結構ね声かけてくれるんですが、その利回り見るとびっくりするぐらい低いです。だって40年前からとかやってる人いるのに、増えたのがもうほんと数パーセントとか 20% とかそんなもんだったりする人とかもいますからね。まあ、よくて倍になったとかですよね。でもさっきの S&P500 とか見たらどうですか。40年前に始めてたらプラス 2800% とかでしたよね。なので、その差は手数料だということを覚えておいてください。もし来年から新NISA始めようと思ってて、自分がまだ死ぬ寿命までに20年、30年あるなって思われた方はですね、ネット証券で始めていただければ、もうさっき言ったよね、見せたよね、S&P500 のような増え方になりますけども、もし銀行の窓口とか大手証券会社の窓口に行ってしまいますと、私の投資成績公開よりもだいぶ低い結果になってしまいますので、本当にね、そこを、その時間をね、タイムスリップしても取り戻せなくて、すごく後悔することになると思いますので、その点だけ注意していただければと思います。それではですね、本日の私の投資成績の公開動画は以上になりますが、この動画を見て、よし、新NISAをやるぞ、でもいろいろわかんないこともあったなと思うんですよね。ネット証券がいいとか、この商品がいいとか言われたし、インデックスとか、まあそういう難しい単語たくさん出てきたなって、まだふわふわってしてる方はですね、ぜひ私の再生リストの投資編の方をよく見てください。最近ですね、新NISAが始まることによって、投資初心者の方がたくさんこのチャンネルにもいらしてます。そういった方かなりの初心者さんですので、私の動画をね、再生リスト過去の投資編の動画見てくれすればですね、私の結果のようにですね、うまく増えていくわけですけども、あ、新NISAがいいんだ、よし銀行だって言って銀行行ってしまうとですね、これ全て台無しになってしまいますから、よくよくですね、始める以上は一緒に勉強していただければと思います。でも私の動画でどこで何を買ったらいいかっていうのを出してますから、それでね、楽天証券と SBI 証券の解説方法2023年版で出してますから、もうその動画を見てやって、その後でもいいですよ。その後正しい商品を正しい場所で買った後に仕組みを理解するっていうので全然 OK ですので、この正しい場所で正しい商品を買うってところだけはもう必ず押さえてください。投資始めてしまうとですね、その後いろいろこっちも儲かる、こっちも儲かるっていろんな怪しい声が聞こえてきます。その怪しい声は特に大手銀行や大手証券会社の窓口、もしくは保険マン、FP、ファイナンシャルプランナーなどから聞こえてきますが、そういうのを無視しなければいけないというのもありますね。そこら辺も全部私に動画で解説しておりますので、過去の私の投資編の動画、再生リストのところからよく見ていただければと思います。過去の動画に関してもコメントで質問いただければ必ずチェックして確認して返答いたしますので、ぜひ見ていただければ嬉しいです。それでは一緒にこれからも資産増やしていきましょう。最後にお知らせです。私は普段NISAを活用したインデックス投資をお勧めしています。あなたにお勧めの証券会社はこちら。まずは投資資金が多くて全米インデックスファンドに投資したいよって方は SBI 証券がおすすめです。最近はオリーブというクレジットカードを作ればそちらでもポイントがもらえるので非常に人気です。続いてこれから初めて投資を始めようと思われている方や楽天市場を普段使っている方、パソコンの難しい操作が苦手な方は楽天証券がおすすめです。6月からは改善されて楽天プレミアムカードで最大1% のポイント還元が受けられます。なので楽天に戻ってくるユーザーさんが今すごく急増してるんですよ。私も新NISAは楽天で実施します。 SBI 証券の解説方法や楽天証券の解説方法については概要欄に記載しておりますので、そちらからチェックしてみてください。また以前に挙げた月5万円稼げるポイ活の動画が人気です。モッピーやハピタスを利用したポイ活で最高100万円程度稼ぐこともできます。概要欄の URL から始めると数千円ポイントが上乗せでもらえますので、ぜひこちらもチェックして
してください。またどうしてそんなにユミニャンは知識が豊富なのってよく聞かれるんですが、理由は月に10冊程度ビジネス本を読んでいるからです。でも以前は私は読書が苦手で年に1冊も読めなかったんですよね。そこでおすすめなのが Amazon のオーディブルです。声優さんの声で分かりやすく耳読できるので、読書が苦手な方でも月10冊程度耳読できます。最初の30日は無料で、それ以降も月1500円なので10冊も読めるんだったらかなりお得ですよね。こちらの QR コードか概要欄の URL からぜひ始めてみてください。最後にこの動画がいいなと思われた方はぜひいいねとチャンネル登録、ベルマークをオンにしていただけると嬉しいです。それではバイバーイ。日本の個別株を安い時に買って高くなったら売る、そういう売買ゲームだ。売買ゲームってやばしな。40万円がですよ、2000%増えたら、ちょっと一回ちゃんと計算しよう。